ドッグホームチャンネル。こんにちは、ドッグホームチャンネルへようこそ。今日の動画はご来店2回目の子犬ちゃんです。さっき月々まともに食らいました。尻尾がすごいです。プルプル。嬉しいのかバランス取ってるのかよくわかんないけどね。2回目で前回とどう変わったかをちょっと見てみたいと思いますね。はい、大体ね、前回来店から1ヶ月経ってます。元気のいい女の子です。はい、頑張ってブリンちゃん、よろしく。よろしくお願いします。はい、ブリンちゃん、ブリンちゃん、ブリンちゃん、気になる気になる。でこの動画の続きを見る前にチャンネル登録まだの方、チャンネル登録、あと良ければ下のグッドボタンの方よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。お風呂だよ。よい子らしょ、ちょっとここで待ってて。元気いっぱいだな。元気いっぱい、すごいな、飛び回る。多分ね、出ちゃうような気が しないでもない。飛び出ちゃうんじゃないですか。うん、まあここ取っかかりないからいいけど、サークル取っかかりあるから多分ね、サークルからは出る。うんうん、元気いっぱい、うん、確か出るって言ってた気がした。はい、ブリンちゃん、ブリンちゃん、あ、はい、なんだろ、いろんなもんに興味津々なんだね、子犬ちゃんだからね。スタンプだよ、今日はお風呂。いいね、これぐらいなんかテンション高いというか、なんか天真爛漫というか。いいね、ワクワクしそうだね。ワクワクしすぎだ。ワクワクしすぎだよ。ねえ、ちょっとワクワクしすぎだよ。お風呂、聞いてる？聞いてないね。全然聞こえてないね。いや、尻尾追いかけ回さなくちゃっていいんだよ。ちょっとさ、ここ制作絞ろうか。これ2回目の人ですよね。2回目の人です。なんでカジカジすんの？落ち着きがないんですよね。そうですね。待て。こんなもんすかね、子犬だから。いや、子犬差し引いてもすごいテンション高いね。はい、1回目が猫かぶってた可能性があるね。ああ、そういうことか。もう尻尾で尻尾。2回目だとコンも違うって感じ。そうそうそう、コンも違うって感じ。やりたい放題だな。はい、ね、今さ、頭こっちにしたのね、自分で知ってた。全然気にしてないね。すごいな、さすが子犬パワーだ、ね。うん、持って生まれた性格もあると思う。うんうん、あれ、白とクリームと茶色、なんていうの。毛の色、この子の、うん、これはね、もしかしたら、ね、今アプリコットがなくなっちゃったから、うん、言い方がね、うんうん、なんだっけ、ベージュ。ベージュ。ベージュ。あれでしょ、色によっても性格違う感じ。うん。でも性格、これお花畑のレッド系だね。黒もいるのか。そうそうそう、あのプードルはソリッドカラーって言って一色毛なの。あ、はいはい。そうそうそう。で、認められてるのは、うんうん、白、黒、ブラウン、うん、レッド、ベージュ、シルバーかな。あ、シルバーも。シルバーって、まあ、要はグレー。うんうん。あ、楽しかった。戦ってるんです、左手で。そういうことね。固定の、そう、固定の手の重要さ。コントロールしてるんですね。そう、犬のコントロールの重要さですよ。まるっきり違う感じなんだけど、実は操られてた。そうそうそう。やっぱそれ重要ですよね。そう、犬をコントロールすることは非常に重要なので。できるできないで、トリミングの差が出ちゃいますよね。はい。これ水の音かな、やっはーってなるの。いいんだよ、肩口が押せないよ。立って何をしようとしてんだ。こっから出ます。ほら、ほら、あったかいじゃん。ほら、あったかい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 。あ、いいね、あったかくて。すごいね。ダメだ。
え、うちの例もこんな感じ？え、そう、うん、微動だにせず、うちの子は正確によりけりだよね。うんうん、まあ、こっちに来て、テンション上がったんですよ、ね、うん、やっはーみたいな。何に気持ちいいね。で、この子は耳が、なんだろう、炎症あるとか言ってたんだけど、うんうん、特に何もなかったんだけど、点字薬を入れてくださいとのオーダーで。なるほどね。全部終わったら耳に薬入れます。はいはい。あっという間。早いね、子犬は早くやるのが早いですね。でもこの人、ゆっくりやっても体力すげーありそう。あり余ってるお家できっと。逆に散歩いっぱい行ってあげるとか、なんか途中で電池切れそうな。なんかね、太ももの筋肉がやばい。うん、しっかりしてる。なんか美味しそうなお肉になりそう。でもその方が安心するよね。うん、やっぱりなんか転んでもね、普通にへっちゃらみたいな方が安心する。まあね。元気かな。何でも何でも気になる。はい、お顔お顔お顔。ヒヒヒじゃないよ。楽しんでないこの人。楽しんでるね。そんなことはないんだよね。モテたいんだよね、実はね。いいですね。はいはいはい、踊ってる。後ろ足だよ。だよ。君、中型犬クラス並みにいろいろ濡れてるんですけど。飛び散ってますね。飛び散ってますね。笑いしか出ない。楽しいんだろうな。本人ね。うん、本人だいぶ必死だけどね。落ちちゃうよ、そんな暴れてると。うち首つら、うちのお店はね、首つらないんだよ。落ちるよ、そんな暴れてると。自分で落ちないようにしてください。本当に、なんか飛び降りそうで怖い。うん、あ、確かにね、遊びたい方が先立っちゃったら、うん、ちょっと秘密兵器を使おう。秘密兵器ちゃっちゃらシュート。元気いっぱいだな。えい、これあれでしょ、やだやだじゃないんでしょ。遊びて遊びて。落ちるよ、本当にもう。あはは、昨日から話しちゃったな。あれか、挑発してんのか、下の連中を。ほらほら。はい、ほら、はい、えいちゃん。チャンネル登録よろしくね。